今ですね、釜山のクアンボンロファッション通りというところにね来ています。ね、子供たちはね、今ね近くのお店に買い物に行ってましてね、ちょっと私一人でちょっとうろうろしております。ちょっとねお腹も空いてきたんでね、そろそろ屋台のある通りにね行ってみたいと思います。この通りをね右手に行ったところが、まあ、前も行きますけどね、チャガル市場になりますね。あの美味しいね海鮮物のね市場がね多く並んでるところになりますね。まあ、こちらね本当にね賑やかな通りになってまして、まあ、ソウルにあるねミョンドンに雰囲気が似てると聞きました。まあ、明日ねソウルのミョンドン行くので、まあどんな感じかね、まあ、楽しみにはしてるんですが、カッターえカッターイカゲームのカルメえイカゲームあいい食べてどうした、4000ウォン、プニプニしてる。え、4000ウォンやろ。4000ウォン。そう。あー、全然。うまっ。何の練り物だっけ。何の練り物。うまい。めっちゃ辛い。お兄ちゃんもちょっとキャップどこ。あ、美味しいからさ。美味しいやろ。あんかと。誰もだろ。朝は屋台が出てなくて、なんか前菜みたいなのは前に出てくる。入れるからな。頂点が空いてるやん。うん。またこうプラプラしながら帰る。あ、うん、あ。ここなんだ。すごい。すごい、前菜がいっぱいある。すごい生き方や。まさしくあれやな、ここのグルメの世界やな。あー、うまい。柔らかい。
ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃめちゃ量があったので残してしまいましたね。これここがなっちゃう。いくで。あ、やだね。うわよいしょ、こっち。そうやね。こうじゃん、いくで。あ、いくで。え、はい。それ誰おいしょ、しかもへんやろ。洗いって何やってっけ。洗い高い。高い、若い。いや、なんか青木って足下げる。青木もちょっと独特やね。なんか足下げるやんな。うん、ちょっと独特やね。森友哉みたいな足下げるやん。なんかすごいな、この辺。あちゃん、前見とかないで、迷子になるぞ。ちゃんと全然2歩足下げるやん。これ、あ、いかない、いかやん。すごいな。いやただ美味しそう。バルセンセンス。すごい。めっちゃ来なかった。結局。下りはまだいい。あ、そっか、あのホテルの方出たらいいね。なあ、ある。明日やな。そう、分かる道。そうそう、ね、ホテル横出てくるやんか。覚えてる？結構強烈な回転。最初は大仏さんや、大仏さん。あ、ここに出てくるんか。あ、なるほどね。あ、すごいすごい。めっちゃきらびやか。うん、きれいきれい。すげえ。どう？すごいな、なんか。うわ、何これ。なんかめちゃくちゃ綺麗やねんけど。へえ、なんだこれは。ダマース綺麗。5年ぶりにキサンタワーにね、やってきました。まあ今日はね、もう中には入らないですけども、やっぱおしゃれなね感じですよね、この辺ね。そうそう、この階段、そう、この階段を下がっていくと、うん、ちょうどあのホテルの横に出てくるね、これ。そうなん、ホテルの横。そうそうそう、うん、え、ちょうどホテルの横。ここでもな、結構急な階段やからな。たっちゃん、もう慌てるなよ、絶対。そうそう、ゆっくり。うん、さあ、それは分からんけどな。OK、 やってきました。お疲れ様です。ちょんちょん。はい。あいよ。それしないと電気つかへんね。それしないと電気つかない。やば。うん。暗いかな。よし、夜を食べましょう。